ジエディは2020年のアメリカ合衆国のテレビドラマシリーズ。フランスのパリでジャズクラブを経営する主人公の物語を描く。デイミアンチャゼルが監督を務め、脚本はジャック・ソーンが担当した。出演はアンドレ・ホーランド、ヨアンナ・クーリク、アマンドラ・ステンバーグ、タハール・ラヒムなど。全8話のリミテッドシリーズでネットフリックスが2020年5月に、 全世界で配信した。かつてニューヨークで名の知れたミュージシャンだったエリオットウドウ。現在はフランスで友人のファリドと共にジャズクラブ時、エリを経営している。ある日、エリオットがクラブで一人でいる時に男たちが現れ、突然暴力を振るわれる。どうやら共同経営者のファリドがトラブルに巻き込まれているようだったが、詳細がわからないまま自体は思わぬ方向に進んでいく。 ジエディのキャスト、ジョーダン・からアンドレ・ホランド、ヨアンナ・クーリク、アマンドラ・ステンバーグ、タハール・ラヒム、レイ・ラ・ベクティ、メディッサ・ジョージ。2017年9月、ネットフリックスは本作の制作を発表した。作品には、英語、フランス語、アラビア語でのセリフが含まれることになった。最初の2エピソードのみ、デイミ・アンチャゼルが監督し、フィルム撮影が採用された。 本作は批評集積サイトの6点とまとずに39件のレビューがあり、批評価指示率は67%、平均点は10点満点で7.06点となっている。また、メトクリティックには16件のレビューがあり、過重平均値は65、100となっている。ありがとうございます。